どの試合も厳しくなるという覚悟を持って戦っていきたいと。どの試合も、まあ、もう向かっていくだけだというふうに考えていますので、開幕戦のゴール目指してやりたいですし、得点を狙っていきたいと思ってますし。ただいまより2023明治安田生命 J1 リーグ第1節横浜 FC 対名古屋グランパスの記者会見を始めます。まずはじめに四方田監督より開幕に向けた意気込みをお願いいたします。まあ、昨年、チームで、まあ、みんなで一つになって掴んだ、まあ、J1 の舞台、まあ、今年みんなで楽しんでいければという気持ちで、臨みたいというふうに考えています。どの試合も、まあ、もう向かっていくだけだというふうに考えていますので、まず開幕戦非常に楽しみにしていますし、まあ、名古屋グランパス8という、まあ、非常に、まあ、伝統のあるクラブとの対戦というところで、まあ、本当に真っ向から、挑んでいきたいなという気持ちです。昨シーズン J2 でもしっかり戦って勝負して、非常に勢いのある横浜 FC だというふうに思います。我々の持っている力を全て出して、開幕戦いい形でスタートできるように頑張っていきたいというふうに思っています。今はすごく、ワクワクしてますし、チームにも自分にも期待しているという状況で、ホームというところもあって、勢いよく戦ってしっかりと勝利を取れたらなというふうに思っております。開幕戦しっかり勝利を目指して楽しみたいですし、しっかりチームに勢い出せるように頑張りたいと思います。それではここからは質疑応答に移らせていただきます。ご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。両監督両選手にお聞きしたいんですけども、去年のチームから、まあ、今年にかけて、まあ、この開幕を迎えるにあたって、こう例えば変化があった部分、あるいはより強くできた部分というのをそれぞれのお立場からどう感じていらっしゃるかお聞かせください。まずステージが J2 から J1 に移るということで、まあ、インテンシティの高さ、まあ、ここが大きく J1 だと変わる部分だと思っているので、まずそこをもう一ランク昨年より上げないといけないということで、取り組んできました。まあ、そこは、まあ、数週間のキャンプですけど、重ねてきた中で、間違いなく去年より上げてこれてるなというふうには実感しています。まあ、そこに加えまして、まあ、昨年は3バックをベースとして戦ってはいたんですけど、まあ、今シーズンに関しては4バックも併用しながら、進めていきたいなというふうには考えていまして、まあ、そういう意味では試合に応じて、変化をつけて戦っていきたいというふうに考えています。去年、J2 を、戦ってきた中で、新しく今年は、新加入選手がたくさん多く入ってきた中で、味方を知るところからキャンプをスタートさせて、すごくいい形でキャンプを、得るものがすごく多かったので、去年より今年の方が、脅威になるんじゃないかなっていうふうに感じています。今シーズン、キャンプしっかりできたっていうのがまず非常にこうプラス材料かなと。昨シーズンはコロナということで、開幕の1週間前までほとんどメンバーが揃わない中で、開幕を迎えなければいけないという状況でしたが、今シーズンはしっかりと6週間、トレーニングを詰めた。で、新加入の選手もしっかりとトレーニング等で試すことができたので、昨シーズンよりいいスタートが切れるんではないかなというふうに思ってますが、J リーグそんなに甘くないので、非常にどの試合も厳しくなるという覚悟を持って戦っていきたいと。まあ、キャンプもトレーニングマッチもすごい充実してましたし、内容も手応えもあるんで、まあ、本当それを開幕戦にぶつけたいなって思ってます。小川選手、まあ、去年 J2 得点王というところで、まあ、今年挑まれるというところなんですが、まあ、お二人今年何ゴールぐらい目指したいか、っていうところを、もし明確な数字ありましたら教えてください。そしてお互い、まあ、それぞれちょっとタイプの違うフォワードだと思うんですが、お互いの選手の印象みたいなところもお聞かせください。そうですね、まあ、去年 J2 で、得点王になって、周りから J1 でどれぐらい取れるかっていうのを期待されるところはあると思いますけど、まあ、僕自身は得点を狙っていきたいと思ってますし、まあ、そのためには20ゴールっていうのは絶対に取らないと得点をなれないかなというところで、その数字っていうのは目指していきたいなっていうところは思っております。で、永井選手に関しては本当にスピードがあって、まあ、僕に足りないものを持ってると思うので、ゴール数で負けないように頑張りたいなと思ってます。
では続いて永井選手お願いいたします。はい、僕はそうですね、まあ、2桁目指して頑張りたいですし、まあ、小川選手の印象は、まあ、去年めちゃめちゃ点取ってるんで、まあ、いろんなパターンで取れるプレイヤーになってるなって印象がすごい強いですね。両選手に伺いたいんですけども、お二人ともストライカーということですけども、開幕戦への得点への意欲というか、あるいは開幕戦自体の自分の中でのイメージみたいなところがあれば伺いたいんですけども。去年は開幕戦でゴール取れて、そこから勢いに乗れたというところがあるんで、まあ、今年も、ジュアンという舞台で開幕戦でしっかりと複数得点を取ってチームを勝たせて、その後も勢いに乗っていけたらなというイメージは持ってます。まあ、しっかり開幕戦のゴール目指してやりたいですし、まあ、チームを勝たせられるようなことが一番大事だと思うんで、まあ、自分のゴールも大事ですけど、そっちも考えながらプレーしたいですね。改めて相手チーム の, そのイメージというところと、まあ、警戒したい部分というのを教えてください。お願いします。名古屋さんというとやっぱり J1 のビッグクラブというイメージで、まあ、現在の、チームのイメージで考えると、まあ、守備の硬さと、まあ、前線に強烈なアタッカーが揃っているという、まあ、そういうイメージです。まだ今シーズンどんなサッカーするかちょっと分からない部分があるというふうに思いますので、昨シーズンの感じでいうと非常にこうしっかりとサッカーをしてくるチームで、当然新しい選手が結構入ってますので、今シーズンどんなサッカーするのかというところは、対戦してみないと分からない部分があるというふうに思いますので、まあ、横浜市がどんな形で来ようが、しっかりと我々は戦えるように準備をしていきたいというふうに思っています。長谷川監督に伺いたいんですけども、開幕戦とはちょっと関係ないかもしれないですけども、今年でJリーグの開幕から30年周年の、リーグで、まあ、改めてこの30年迎えて今季迎えるというところのちょっとお気持ちを伺いたいんですが、久々に監督会議もありまして、監督の、まあ、今回は J1 の監督しか来ていませんが、監督の顔ぶれを見るとだいぶ変わったなと、非常に若返った。で、私が監督をやり始めた頃選手だった人が今もう監督になってですね、非常にこうしっかりとしたそれぞれのサッカー哲学を持ってやられていると。で、非常にこう若い選手も増えてという中で、海外で活躍しているメンバーもいながら、30年経って本当にこう J リーグが、我々の頃はまだ本当に数ぐらいしか海外でやってる選手、また少し上では奥寺さんとかね、そういう本当にこう一部の選手しかいなかったのが、もう本当に何十人も海外に出てサッカーをプレーをしているというような状況になって、少しずつ日本のサッカーも進化しているのかなというふうに思っています。ただ、今回代表が非常に頑張ってくれたので、まあ、そのなんていうんですかね、勢いというか炎というか熱を、さらにこう熱くするためにもですね、今シーズンの一試合一試合が非常に大事になるんじゃないかなというふうに改めて感じています。さらに本当にサッカーが進歩して、もっともっと世界に近づいて世界の頂点に立てるようにですね、少しでも今シーズン、まず名古屋のサッカーというところを積み上げていければというふうに思いました。まあ、今の質問にもちょっと似たようなところがあるんですけども、まあ、J リーグ30周年ということでせっかくなのでお聞きしたいのが、両監督両選手、そのJリーグの記憶というか J リーグの名場面というか、こう30周年だからということで、こう自分が思い出せるそういった場面であるとか試合であるとか、まあ、そういう記憶ですね。で、どんなものがありますか？まあ、やはりヴェルディ対マリノスの開幕戦、まあ、本当に胸を躍らせて始まるぞっていう、まあ、あの年のあの開幕戦のみんなの期待と、まあ、盛り上がり、まあ、そこが非常に懐かしく感じます。ジュビロの黄金時代は僕は非常に好きだったんで、まあ、その時のチームの強さとか、まあ、そういうものを非常に自分の中では鮮明に覚えてますし、で、山田監督が、ジュビロが好きだというふうにおっしゃってましたけど、私はジュビロが大嫌いでした。ありがとうございました。
以上をもちまして2023明治安田生命 J1 リーグ開幕戦横浜 FC 対名古屋グランパスの記者会見を終了いたします。ご取材いただきましてありがとうございました。監督選手の皆さんありがとうございました。